さて、北鎌倉駅着きましたね。皆さんこんにちは、小坂です。今日は配信じゃなくてごめんなさい、編集動画でやらせていただきます。まあ皆さん予想の通り、昨日のライブ配信の後にそのまま収録してるんですけどね。頑張っていきますよ。綺麗だね、桜がね。入る、ここ入らなくても良いのではないか。そのまま進むよ。すごい、桜めっちゃ満開。あ、ペンキがある。で、今ここがなんか出たけど、これ何？見る。この時期の桜は本当に綺麗。散ってしまう前に和樹とお花見をしようね。そんな暇はあったのかな。この血が気になる。血というか赤いペンキね。これは赤いペンキ。和樹の勘は当たっていたようだけど、なぜこの家なんだろう。とりあえず今は放っておこう。後で鑑識が何か見つけてくれるかもしれない。2箇所あるけど、ここだけでいいのかな。とりあえず先に進んでみよう。なんかすごい不思議なものが。鳥、そしてなんかここ光ってるの。カラス。ん？なんかあった？今ここなんかあったような気がしたんだけど、気のせい？気のせいか。ほい。聖域と属性を隔てる結界の役割を果たすもの。本殿はこの先にあるはずだ。鳥ってそんな意味があるんですね。入らせていただきます。一礼をしたつもりで。行くよ。さて、橋を渡って。めっちゃ竹生えとる。なんか落ちてる。あれは赤いペンキのついた何かが水面に浮かんでいる。手がかりになりそうだ。注意深く拾い上げたいが、手は届きそうにない。取れるか。竹打っちゃおうか。始末書物だけど、まあしょうがない。誰も見ていないし、竹折るには一番手っ取り早いし。竹を手に入れた。はい。実績ロック解除、バンブーン。竹を使って取ります。竹を折り取れば、あれを自ら拾い上げるのに使えそうだ。興味深いわ。定期券だ。赤く見えるのはやはり血液ではなくペンキだろう。駅に行って持ち主を紹介してもらおう。トラベルパス新宿から鎌倉。これ指紋分かりそうね。一回戻った方がいいかな。入れそうだったもんね、さっきね。こんな感じで、実は最初の方もね、手がかりあったんじゃないかなと思っているんですが、どうなんだろうかな。さてさて、紹介してもらえるかな、ここで。ん？ああ、よかった。駅員さんいる。定期券。すいません。あふれる知識に鋭い視点。光る車掌はピカピカのグレート駅員マズラに。マギラだった。マギラに何のご用でしょう。珍しいね、マギラ。あの橋の近くで定期券を拾ったんですが、持ち主を調べていただけますか。ええ、もちろん今すぐ。それ血ですか。あ、この赤いのですか。ただの天気ですよ、多分。多分血だったら、いや、嫌だ。血液でないことは確かです。刑事の目を信じてください。あ、そうですよね、血じゃない。では拝見いたします。です。あー、ちょっと手についた。でもグレート駅員は大丈夫。そう、なぜならこれは血じゃないから。そうです、私深呼吸。これ血とか血じゃないですし。取り乱して申し訳ありません。しかし私、咳払い一つで平静を取り戻しました。ああ、印字された名前がちょうどこの赤いペンキで読めないんですね。だけど私、ちょいのちょいと。あれ、エラーが出るな。読み取り部分は無事なはずなんですけどね。お、
出ました出ました、ご神託。 IC カードが傷んでいたようですが、持ち主だけは分かりましたよ。これは舞ちゃんの定期ですね。川名家の末の娘さんです。とても興味深いお家でしてね。興味深い？それはどういう意味で？川名家はこの辺り一帯の地主さんです。先ほど申し上げた神社にも川名家がたくさん寄進していて、舞ちゃんはそこで働いていますよ。ここの隣にある洗濯物が干してあるお家も舞ちゃんのおばあ様の所有ですよ。ですが正直に申しますと、舞ちゃん以外はちょっと付き合いづらい方たちですね。舞ちゃんは普段しっかりとしたお嬢さんなんですが、うっかり定期券を落とすなんて珍しい。まだ気づいてないのかな。しかしそんな場合でもこのマギラにお任せ。再発行手続きのスムーズさながら、スムーズさなら我が社でも5本の指に入るだろうと私が言っているぐらいでして、舞ちゃんはとてもいい子なんですが、何か厄介事に巻き込まれてるなんてことはないですよね。いえ、そういうことでは。舞さんに少しお話を伺えればと思っているだけです。ああ、もしいるとしたらおばあさんの家だと思いますよ。他に何か質問はございますか？このグレートマギラは古今東西神羅万象うぞうむぞ。いえ、もう大丈夫です。ご協力ありがとうございました。濃いな、キャラが濃い駅員さんがいろいろ教えてくれました。舞ちゃんのものだってね。分かったね。さてさて行こうか。この定期をね、わざわざ拾うか拾わないかでちょっとね分かれそうですね。またん？ノックができるようになってる。中を見る。中見てみようか。埃だらけの薄暗い部屋、誰も住んでいないようだ。ノックしてみる。誰もいないようだ。はいよ、特に何もない。上とかにも誰もいない。さてさて進んでいこう。何の音？後ろから聞こえたみたいだけど、見に行くべき？さっきいなかったんじゃなかったっけ？あれ開いた？違うか、違うな。あ、開いたね。いなかったんじゃない？入っちゃって、うかつに入っちゃって大丈夫？行こうか。入るか入らないかでね、ちょっと選択が変わりそうだけど。お邪魔して申し訳ありません。警察です。どなたかいらっしゃいますか？怪しいな、怖いな。これ入っちゃって大丈夫かな。なんかあまりよろしくない気がするんだけど。あんた誰だ？人ん家で何してんだ？申し訳ありません。驚かせてしまって大変申し訳ございません。私は警視庁の伊藤です。手帳をご確認ください。ドアが開いていたもので、どなたかいらっしゃるのかと。はっ、警視庁なら他人の家にずかずか上がり込んでもお咎めなしなのかね。鍵はしっかりかけてたよ。で、警視庁のなんとかさんとやら、その手帳がどんだけ偉かろうがうちには関係ないね。うちに押し入る権利はないはずだ。勝手に入ってきたからわかるだろ。さあお帰りはあちらだ。しっかり鍵を閉めたはずなんだがね。ところであんた、つけられたりしてないかね？つけられるとは尾行のことですか？それはないと思いますが、私はあなたのお孫さんである舞さんを探しています。それとお宅の玄関先の赤いペンキのことも聞かせていただけませんか？舞？あの子は今時珍しいくらい真面目でいい子なんだ。刑事なんざに関わられたくないよ。警察に嗅ぎ回られるなんざ真っ平だ。ったく、誰にも関わらず家族で静かに暮らしたいからここに越してきたんだってのに、あんたのせいで変な目で見られたらどうすんだ。それに赤い印のことだって知ったこっちゃない。ただのまじないだよ、まじない。印？あのペンキの落書きは印で、ただのまじないなんですか？かつて道に迷わないよう赤い印をつけた者どもが
移しようから隔離用へ移るための道しるべだ。だが外のはただの悪質な嫌がらせだ。本物じゃない。静かに聞こえたかい？なぜ今になって。エミコ、エミコ、お前かい？いやいや、あの子は言ってしまった。なぜあんたに呼びかける？もしかしたらあんたが私をこの攻め区から救ってくれるものなのかもしれない。この老骨がきしむまで私はもう十分に耐えてきた。もしここを去りたいのならあれをあげるよ、あんたに。ちょっと待ってください。私に何をくれるんですって？一体何のことをおっしゃってるんですか？あんたは私を助けてくれるんだろう。だったらこれを持って行っておくれ。あんたと一緒に行きたいそうだよ。何？お面だ。能面、笑い面。大丈夫？これ もらっちゃって。すまないね、お嬢ちゃん。すまない。これは何なんです？私気分がとても。その答えを得るために幾年も過ごしてきたよ。無駄にね。それが何なのかわからない。もう行かなきゃ。失礼します。だったらこれを、この家から持ち出しとくれ。その能面に指先が触れた刹那、くにゃりと世界が歪んだ。私の角膜が、網膜が、視神経がその機能を失いつつあるかのように、いびつな視界から色彩さえ消えていく。足元がぐらつき立っていられない。そして何より危険を催すこの匂い。大とかに耐えながら身を翻し、もつれる足で扉に向かった。一秒でも早くこの家を出たかった。これ出れるか？出れますか？私はこの家を出れるか？能面もらっちゃって大丈夫だったか？これこの家調べなかったら能面もらわなかったよね。面を持っていることはいいことなのか悪いことなのか。赤いペンキ。頭がぼんやりする。和樹の顔は当たっていたようだけど、なぜこの家なんだろう。とりあえず今は放っておこう。後で鑑識が何か見つけてくれるかもしれない。あの古い家に充満するカビ臭い空気に当てられてしまったのだろう。深呼吸をすると頭痛は収まり、吐き気もマシになった。一歩進むごとにあの家の光景は薄れてきた。もしかして全て私の妄想だったんじゃないかとさえ思えてきた。気の触れた老女から夜迷い事を浴びせられ、私は平常心を失っていたのだ。きっと彼女はボケ始めているのだ。骨董品集めにこだわる老女に気をされるなんて刑事失格だと自重する。自称かな、する。あの家から遠ざかり、ひらひら散る桜を見ると心も落ち着いてきた。そしてふと自分の右手を見下ろした。あの能面が私の手の中にある。その場に凍りついた。なぜ私はこの面を。立ちすくんで唖然としていると悲鳴が聞こえてきた。はっと我に帰る。この通りの奥にある神社からだ。そこに和樹もいる。なぜかそう思った。面を持っていかないでそのまま行った方が良いんじゃないかと思いつつも、取ってしまったんだから仕方がない。行かねばカラス4匹になってる。私はちゃんと向こうに行けますか？能面を持ったまま本殿へ。あれ？これ舞ちゃんじゃない？ってことは。レイナ。本殿の前にはカズキがずっと追っていた少女がいた。6ヶ月後に下水溝に現れることとなるあの少女が、彼女の目の映る、その中に見え隠れする狂気、非常に危険な状態だと、状況だと一目で判断できる。
ナイフを突き立てられているのは川の前だろう。私が到着してすぐ無理やり連れてこられたようだ。一歩また一歩、チリチリと距離を詰めるごとに緊張の糸が張り詰めていく。落ち着け、必死に自分にそう言い聞かせるが、糸は今に切れてしまいそうだ。おぼろに霞む桜、柔らかい春の空気にもかかわらず、私の背筋は凍っていた。二人がいる。これ言っちゃっていいのかな。田中、状況は？大丈夫だ、問題ない。伊藤がそこに控えてくれ。誰よ、その女。あっち行け。出ないと、本当にやるんだから。やめて、助けて。私何も知らないの、本当に。レイナ、こいつは俺の相棒、伊藤警部さん。もうすぐ来るって言ったぞ。ほら、伊藤は俺の後ろに立っているだけだ。誰も君を騙そうなんてしない。ずいぶん時間がかかったな伊藤。とりあえず俺のやりたいようにやらせてくれ。ん？これも秒数カウント？ちょっと待って、銃を構える。自己紹介する。こんにちは、レイナちゃんって名前なんだね。うん、いい名前だね。私はあやみ、少しおしゃべりしようか。助けて、お願い。私はあんたの友達じゃないから、おしゃべりとかしない。私のこと知らないくせに。その女は信用できない。そばに来るな。俺たちは一歩たりとも動かない。約束するよ。そうだ、この相棒は俺よりずっと賢くていて、さっき君が聞かせてくれたことを彼女にも話してみないか。声どんなったっけ。そうだ、常闇についてだ。やだ、話したくない。あんた止めさせることができるって言ったよね。本当にできるの？できるよ。君みたいな人はね、他にもいるんだ。彼らは病気だった。でも俺と一緒に来てくれるんだ。ん？俺と一緒に来れば助けてあげられる。病気は良くなるんだ。病気？私病気なの？あれは現実じゃない。そうだよ、自分が病気かどうかの判断はね、専門家にだって簡単にできるもんじゃない。君が勘違いしてそうやさ。そうなの？そうさ、どこからか声が聞こえるなんて、俺が君みたいな状態だったらやっぱり怖いと思うよ。現実じゃない、現実じゃない、現実じゃない。そう、現実じゃない。嘘、やっぱり嘘だ。だってあんたあれは見えないんでしょ。最奥にある全てを食らい尽くす。私も食われる。俺には何も見えないよ、レイナ。お花見日和のいい春の日だ。君を追い詰めるものは何もないよ。まだ地の底からささやきかけてくる。見たくないものを見せられる。したくないことをさせられる。私は食べれないし、眠れない。地面の下には土だけだよ、レイナ。確かに、そんな声を終始聞いているんじゃ、混乱もしちゃうよな。だから俺たちに君を助けさせてくれないか。きっと良くなる。そう、さつき、あんたは私に傷つけたい、だけでしょかな。私に傷つけたいだけでしょかな。他の奴らみたいに。私は一人でやる。いつも一人でやってきたんだし。でもよこせ、あれが必要だ。それしか方法がない。だから放っておいて。レイは君の欲しがるお面なんてここにはないよ。だよな、舞ちゃん。はい、この神社にあるのはお神楽で使う普通の表だけです。そんな特別な面なんてどこにも。な、レイナ、舞ちゃん嘘なんて言ってないだろ。も知らない彼女を傷つけたって意味はないはずだ。黙れ黙れ黙れ。あんたたち二人で何か企んでるんだ。分かってんだから。あれがここにあるの知ってんの。面はどこよ、面を出せ。
やめて、やめて。本当に何も知らないの。お願い、話して。もう嫌。まあまあ、さっき言っただろ。ナイフなんか握ってると頭に血が昇るばっかりだ。間違って何かを切っちゃう前にちょっと落ち着こう。腹が減っては話もできぬって言うだろ。俺はすごく腹が減ってるんだけど、君たちはどうかな。俺が一番好きな飯は何だと思う？寿司でもカレーでもなくて断然ピザなんだ。そうだな、舞ちゃんはどんなピザが好きかな。ピザ？え、なに？なんでピザ？わからないけど、マルガリータ？なるほど、メニューの一番上にある定番中の定番だな。君はどうだい、レイナ？ピザの具はそれぞれ好みがあるもんだ。鎌倉は和食だけじゃなくて、美味しいイタリアンも多いし、何食テイクアウトして花見しながらおしゃべりしようか。きっと楽しいよ。ピザとか、それが一体何の？ま、とりあえずピザを見よう。ややこしい話は腹を満たしからだな。ピザ、あの前は好きだった。でも今は。あの前？何の前なんだい、レイナ。何のことだか教えてくれるかな。ダメダメ、話したくない。それに私食べれない。食べるとすぐ気持ち悪くなる。あの時からずっと。いやいやいや、考えちゃダメ。ママ、みんな。レイナ、その声が聞こえなくなるまで君はいろんなことを克服しなきゃならないだろう。今はそれが難しいと思えるかもしれない。だが、できるんだ。病気はね、心だけじゃなくて体にも変調をもたらす。でも医者に診てもらえば必ず良くなる。きっと何だって美味しく食べられるようになるさ。なあ、伊藤、君もピザ食べたいだろ。何が好きだっけ。さあ、もちろんマルガリータ。君もか。女子も大人気だな、マルガリータってやつはな。誰も君を捕まえようとはしないし、のんびりと桜を見ながらピザ買いと行こう。やめて、もう何も聞きたくない。わからないよ。あれを見つけるまでやめない。やめないんだから。レイナ、あれって何かな。君がナイフを置いてくれたら俺は君の探し物を手伝えると思うよ。いや、どうせ何か企んでるんでしょう。この女は知ってるの、絶対知ってるの。隠しても無駄よ、私にはわかる。感じるんだから。この女が知らんぷりを続けるなら私は眉を切る。血が出るぐらいざくりと。レイナ、レイナ頼むから聞いてくれ。舞ちゃんが何か知ってるならとっくに話してるはずだ。だからそのナイフを。マイ？違う、マイじゃない、その女だよ。あんたの隣にいる友達ずらした刑事の女。あの常闇もあのささやき声もそいつにまとわりついてるじゃない。君は伊藤のことを言ってるのか。彼女も何も知らないよ、レイナ。伊藤が君を怖がらせちゃったんだな。病気だからそう感じるだろうけど、君が見てるもの、聞こえるもの、怖がってる、それらは存在しないんだ。信じてくれ。違う違う、どうして嘘なんてつくの。これは現実なの。その女は見てるんだから。でもどうして、どうして気がついたの。なぜ、どうして、どうして、なぜ。あ、聞こえた。今聞こえたよね。いるじゃない、すっごい、そこに。ダメダメ、いやダメ、来ないで。聞こえないの、させて。あんた、私を助けるって言ったじゃない。やめさせてよ。お願い、やめて。お願い。どうしたの。さて、どうしよう。誰かに向かせよう。レイナ、レイナ、俺を見るんだ。俺はここにいる、一緒に戦おう。いいか、そこには何もない。聞こえるもので聞こえるし、見えるかもしれないけど、それは現実じゃない、存在しないものなんだ。君の病気のせいなんだよ。彼女の方じゃない、俺を見るんだ。
君を傷つけたりはしない。君を助けたいだけなんだ。嘘、嘘、嘘。誰も私を助けたくなんかない。そんなことないよ。助ける気がなきゃこんなとこまで君を追ってきたりはしない。鎌倉って東京から結構かかるんだぜ。私のため、私のために来てくれたの。そうだよ、君はまだ若い。病気を治して美味しいご飯を食べてゆっくりさ花を見よう。君は幸せになれるんだ。そんな道だって選べるんだ。幸せに、でも幸せになる権利なんて私にはない。だって病気だもん。病気だってあんたが言ったじゃない。私壊れてる、壊れてるから休めない。欠陥品だから。誰だってどっかしら壊れてるもんさ。でも壊れてるもんどうして寄り集まって幸せになることができる。そのためにちょっとした手助けが必要なだけだ。現実じゃないの？幻覚とか幻聴とかそういうのだったの。でもそんなはず、もしあんたが私を修理できなかったら。何としてでも助ける。だからまずはそのナイフを下ろしてくれないか。舞ちゃんは関係ないだろ。私騙そうとしてるんでしょ。でも一人ぼっちでいるのはもう嫌。この子を離す。でもあんた動いちゃダメだからね。ありがとうレイナ、それでいい。あの日、あの時まで私は誰かに対して銃を使うなんて考えたこともなかった。状況を把握し容疑者を説得し、さまざまな手段を用いて降伏させる。あれ投降させるな。一人前の刑事なら銃なんて頼らずそれができるはずだと信じていた。それまでの私なら決して少女に銃を向けたりもしなかった。刑事としてのあれ矜持があったはずだ。だが突然私は私で亡くなってしまった。体が勝手に動いていた。それはまるで走り続けている電車のようで、乗客に過ぎない私は車窓から外を眺めるしかできなかった。私の意志も思考も何もかもただ乗せたまま、電車は最悪の結末に向かって突き進んでいく。意識を失ってしまえればよかった。だけどコマ送りの動画みたいに一瞬ごとはっきり覚えている。引き金にかけて力がこもったその瞬間、やばい、殺せしか選択肢がない。タイマーがぐしゃぐしゃになってる。殺せしかない。こっちも殺せしかない。放置はダメですか？放置しても進まないのかな。仕方がない、じゃあ一番右端の殺せを。伊藤、何してるんだ。伊藤、銃を下ろすんだ。ダメだ、やめろ。和樹の叫びは耳に入らなかった。元の世界は一瞬で塗り替えられた。気がつけば私は桜舞い散る暗闇に立っていた。その桜も見えなくなり漆黒が訪れる。私、少女、そしてあの声、脊髄に絡みつき這い上がり私の脳を支配する声。やれやれと囁き続ける。だから私はやった。撃つ以外の選択肢がなかった。引き金に指をかける。レーナと目が合う。彼女は微笑んでいる。微笑むのか、透明なほどの微笑みを浮かべるのか、銃弾を撃ち込まれてるこの瞬間に、透き通った笑みの向こうで彼女は私に何が起こったのかを知っているようだった。銃弾が頭蓋骨を貫通する瞬間も彼女は私を見ていた。
傲慢な銃声、ゆっくり骨が砕ける音、花火みたいに色鮮やかな血、微笑みの少女。レイナ、なんて綺麗な死に顔なんだろう。殺してしまった。私は病室にいる。あゆみ、俺の声が聞こえるか。看護師さん、看護師さん、彼女の意識が戻りました。落ち着いてよく聞いてくれ。あやみ、君は発砲した後気絶してしまったんだ。え、発砲？何のことを言って。 あの赤い髪の子は、私は一体何を。動いちゃダメだ、今は休むんだ。私は何をしたの。あやみ、落ち着くんだ。看護師さん、刑事さん、患者さんを少し抑えていてくれます。大丈夫だ、すぐに良くなる。看護師さんが君を眠れるようにしてくれるからな。注射か何か打たれるのかしら。和樹、ここはどこ。何も思い出せなくて。何が起こってるっていうの。大丈夫だよ、あやみ、ここは病院だ。俺がそばにいるから。今から大事なことを話すよ。深呼吸して、俺の目を見て最後まで聞いてくれ。数日前、鎌倉で起こった人質事件のことだ。残念な結末を迎えてしまった。君が、あやみが犯人の少女を撃った。それから、そうだな、医者によると君はあの後一種のショック状態に陥ったらしい。あら、起きられたんですね。よかった。気分はどうですか、伊藤さん。だいぶ落ち着かれたようですが。ええ、あの時の記憶が少し抜け落ちているんです。私かなり混乱していたみたいで。ああ、そうですか。ショッキングな経験をした方にはよくあることなんです。発作と同じです。今のご気分について簡単な質問をさせていただきますね。はいかいいえで答えてください。息切れは。うわー、これどうしよう。はいかいいえで答えろって言われたから、いいえ。ありません、大丈夫です。吐き気は。いいえ。いいえ、大丈夫です。目のかすみは。いいえ、ちゃんと見えます。倦怠感はありますか。だるいかもしれないね。はい、少し横になりたいです。疲れてるみたい。先生の指示で伊藤さんには弱めの抗精神薬を投与しています。あなたの体と心が職場復帰できるほど回復しているかどうか私たちが判断いたします。ご理解いただけますね。はい、ではこの薬について説明いたします。鎌倉の事件の後、当院はあなたに様々な検査を行いました。今のところ神経の損傷や総合失調症、双極性障害などの兆候はありません。またそれらの病歴もお持ちではないようです。今の伊藤さんは過度なストレスで精神が参っている状態でしょう。戦争からの帰還兵などがよく陥る症状です。これから数ヶ月間このお薬を毎日飲んでくださいね。周りの人々を心配させないためにも忘れないようにお願いします。このグラフを見てください。公務についておられる方々が心身ともに健康でいられるようスピンシステムにより心のバランスをチェックできるようになっています。スピンには4つの項目があります。今のところこんな感じなんですね。ずっとねなってましたけれども、あのポイントがねプラスだったりマイナスだったり。さあ、不安定はやばいぐらい不安定。プロフェッショナルがやばい、全然プロじゃない。
有能かどうかは有能である。そしてストレスはちょっとあるって感じですね。小気度、職業倫理、調査能力、ノイローゼ。やばい、確かに職業倫理は少ないかもしれない。そうやって言ってみると。当院はあなたのスピンチをこれから数度にわたりチェックさせていただきます。このグラフはご自身でも確認し、常に値に気をつけてください。まずはサニティかな。小気度から見てみましょう。これはあなたの周りの状況を正確に判断する力です。伊藤さんの今の状態で毎日きちんとお薬を飲まなければ、また鎌倉の時のような発作が起きやすくなります。今の段階ではお薬の服用を強くお勧めします。今日はまだお薬を飲まれていませんね。今ここで飲んでください。拒否するか薬を飲むか、まあ飲みましょうか。はい、お気づきかとは思いますが、このお薬には副作用があります。この抗精神薬の服用により、あなたが以前起こしたような発作を抑えることはできるでしょう。しかし眠気を感じたり集中力を欠く可能性もあります。警察官として仕事をする際、調査能力が鈍ったり、捜査上の細かい点を見落とすことがあるかもしれません。バランスが難しいね。ですがあなたは発作の時に幻覚を見られたと同僚の方がから伺っています。そうした症状を緩和するためにもお薬の服用は必須ですね。もし何らかの理由でお薬が全く飲めずにいると、あなたのサニティ値が下がります。その値が非常に低くなると精神障害による機能不全に陥るでしょう。お仕事柄精神疾患があれば職務遂行が難しいと判断されるでしょう。停職もしくは退職に追い込まれる場合もあるでしょう。またあなたのご家族もストレスの強すぎる仕事などやめろとご心配なさるでしょう。ですのでお薬を飲むのを忘れないでくださいね。伊藤さん、お願いします。これは強制終了な感じになるんですね、きっと。飲み忘れを防ぐためにお薬はご自宅の目につく場所に置いておくのが良いでしょう。家に帰ったらまずお薬と習慣づけてくださいね。そしてノイローゼを疑われるような行動にも気をつけてくださいね。何度も何度も同じ人に話しかける、行ったり来たりを繰り返す、無駄にいろいろな場所へ行くなどです。そのような行動はサニティ値を減少させるでしょう。伊藤さんの現在の体調では深刻なダメージを受けることになります。いくら刑事さんでもこうして入院するまでダメージを受けているのです。くれぐれも行動は慎重になさってください。はいよ。同僚の田中さんに伺ったのですが、伊藤さんはペットを飼われているんですよね。動物と触れ合う、夜ぐっすり眠るなどはノイローゼ値を下げるのに効果的ですね。なるほど。リラックスを目的としてこれらの行動はあなたのスピンチを回復させることはあっても悪化させることはありません。職業倫理に関しての説明は伊藤さんの上司にお任せします。私からは以上になります。スピンシステムはお分かりになりましたか？もう一度ご説明が必要ですか？大丈夫です。ここで説明があるんですね。カズキ、来てくれたんだ。早く退院したい。毎食後の薬のせいか象が見えるのよ、ピンクの。いつ出られるか先生何か言ってた？それに寂しかった、会いたかったよカズキ。ひたすらベッドから天井を見上げてて頭おかしくなりそうだし。あやみがそんなことを言うなんてな。君が頭おかしくなるかもしれないから医者は心配してるんだろ。冗談になってない。ごめんごめん。でも人生なんて笑うが勝つさ。象が見えたらにっこり笑いかければいい。退院も近いと思うぜ。医者はもう少し検査したいと言ってるだけだから、それさえ終わればな。気分はどうだ？だいぶマシかな。でも何が起きたかよく覚えてないの。あの時のことは全部ぼんやりしてて、奇妙な感覚に襲われたのだけは覚えてる。まるですぐそばに何かがいたみたいに。それとあの目、あれは一体？そこまでだ、あやみ。雪村警部の指示で君が聞いた声や面のことは報告書には書かれていない。一言もだ。俺は書くべきだと主張したけど断固拒否された。あの面は今どこにあるの？
そんなことどうでもいいだろ、あやみ。君はミスを犯した。でもあの状況じゃ仕方なかった。威嚇でも誤射でもなく、君は明確に殺意を持って犯人を撃ったと報告書には書かれている。錯乱状態の非常に危険な犯人が人質の首にナイフを当てていた。だから君は撃ったんだ。周りが何と言おうと俺はいつだって君の味方だ。現場に居合わせた刑事としてもその立場は絶対に貫く。あの時あやみが何を見たかは分からんが、君には引き金を引くだけの理由があったんだろう。署の連中だって君の味方だ。その状況ならしょうがないと言っている。だから面の話はもうするな。君の立場を悪くするだけだし、入院が長引く可能性もある。俺だって正直信じられんよ。分かってるだろうが、雪村警部だって君を懲戒免職にさせないよう駆けずり回ってるんだ。君が足を引っ張る真似をしちゃいけない。あやみが何を見たのかはこの際どうでもいい。君が発砲の許可なく犯人を射殺したことと、あの土産物みたいな面は何の関係もないんだ。あれについて口にするだけで君の味方は減るだろう。もう忘れるんだ。いいな。そうね。多分私は自分で思っていたよりはるかに未熟で混乱していて、自分なりに発砲の理由をひねり出したのかも。ねえ和樹、もう全てから逃げ出したい。刑事でいることからも。私は人を殺すために刑事になったんじゃないだな。後でゆっくり話そう。いくらだって聞いてやるよ。今はとにかくゆっくり休むんだ。君は何も心配しなくていい。なんとかなるし、出なけりゃ俺がなんとかする。絶対に。優しいね。和樹はでも誰にでも優しい人ですね。そして戻ってきたのかな、ここに。切られちゃったのかな、和樹。あ、面がついてる。和樹は死んだの？戻ってきたのかどうかわからない私の部屋。6ヶ月前のことがどうなったかが分かったところで、今日の配信は終わっていこうかなと思います。私はこれから薬を飲みながら、和樹を失ってどうしていけばいいんでしょうね。この先私がどうなっていくのかは次の配信をお楽しみに。ご視聴いただきありがとうございました。今回の動画いかがだったでしょうか。もしちょっとでも楽しめたよっていう方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。またね。